クチーヌのサードチャンネルにようこそ。今日お話しするのは自転車の交通ルールをもしかしたら知らない人多いんじゃねって思って、 3.11 の後って自転車に乗る人が増えたのね。で、どこの道路も車道に自転車ラインって出てくるようになって、でどうしたんだろうなって思うのが、特に子供を連れてる女性の方、後ろに自転車に子供用のカゴが後ろとか前についてる女性の方で、基本歩道っていうのは歩行者のもので、で自転車も車道走っていいことになってるのね。でも歩道を走ってんのにチャリンチャリン鳴らしながら全速力で走ってる人っていうのは大体女性なんだよね。しかも後ろに子供連れてたりとか、おばちゃんだったりとかして、さらにすごくびっくりするのは、自転車が車道を走っていいんだけど、その時はキープレフト、自転車で車道を走る時はキープレフトなんだけども、2車線ある場合はちゃんとキープレフトするんだけど、だから一方の通行の道でも自転車って走っていいのね。でもその一方通行の道の一番右側を走る。一方通行の道は自転車走っていいから、こっち側とこっち側でキープレフト同士で走るのに、なんか自分の行きたい方向が向こうだ、なんか知らないけど、それもなんかね、子連れのおばちゃんと、子連れのお母さんとおばちゃんで、男の人って大体車の免許持ってるからさ、交通ルールとかも勉強するんだよね。で多分車乗ったことないんだろうなっていう、で交通ルール勉強したことないんだろうなって人が、って一方通行をキープライトで自転車で走る。だからこっちがキープレフトで走ってると正面衝突しそうになるんだけど、そういう人たちって自分は交通違反をしてるって自覚が一切ないから、道譲らないのね。そうだから、もう歩道でチャリンチャリン鳴らしながら全速力で走る人はダメだし、車道を走るときにキープライトで走るのもダメですよ。もうほんとうちの近所一方通行ばっかりだからさ、もうほんとですよ、キープライトで走ってるおばちゃんと後ろに子供ついてる人いっぱいいる。それとあともう一つなんだけど、自転車って歩道を走る場合は歩道の信号なんだけど、車道を走る場合は車用の信号で走るもんなんですよ。でもね、車道を走ってて車道用の信号で、渡ってるのに、車ばっかりで自転車乗ったことない人って、自転車が車道用の信号で走ってるのにプップクプーって鳴らすことがあるのね。それ違うよねって。だからさ、うちのもう一番身近な問題でいくと、一番うちから一番近い信号がスクランブル交差点になったんですよ。歩道の時間は歩道が縦横無尽になって、車道の時間は車道が走れるようになってるね。それで、普通にパパパパって鳴らされたわけではないんだけど、車道を走ってた自転車の人が車用の信号が青になったから、車道を走ってたから走ってったら車の下にブブブブって鳴らされてたんで、それは違うんだよねって。自転車っていうのは車道を走ってれば車道の信号で、歩道を走ってたら歩道の信号で、たまに自転車用信号がある場合は自転車用信号という形で、自転車マナーが、自転車は小学校で教えるの？小学校で教えた後さ、で車の免許取らないって、ね、本当にね、男性で学生でそんなにマナーが悪い人もいないし、学校で何度も教わるから、で男性でそんなにマナー悪い人もいないんだけど、なぜか後ろに子供乗っけてる若い女性とおばちゃんの自転車乗ってる時のマナーが非常に悪い、非常に悪い、ね、なんだろうねっていう感じです。以上です。おじいちゃん。